福島県いわき市に伝わるじゃんがら念仏踊りは、亡くなった方を供養するために踊られます。江戸時代から伝わるこの芸能は、毎年8月13日から15日、お盆の時期にいわき市内の各地で見ることができる夏の風物詩です。いわき市では、じゃんがら念仏踊りの団体が100以上活動しており、いわき開成高校のチームじゃんがらもそのうちの一つです。いわきの伝統芸能と伝統芸能ジャンガラを披露することができて、とてもやりがいがあって嬉しいです。震災からジャンガラができるようになり、いろんな人からやってほしいという声が来てて、今は一番やりがいがあると感じております。まだ先にジャンガラ披露をする機会がないんですけど、これからももっと披露できるように、今はコツコツみんなで練習しています。福島県立いわき開成高等学校チームジャンガラです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Oh.
でした。ありがとうございました。ありがとうございました。念仏踊りは本来死後に西方浄土に行かれるように祈って約1000年前の平安時代に空也上人が始めたと言われています。しかし全国に広めたのは約700年前の鎌倉時代の一遍上人とされています。これはやがて様々に発展しまして、日照りの時の雨乞いや日照不足の天気祭りのためにも踊られるようになり、さらには娯楽として飾り物に合わせて踊るようにもなりました。福島県には様々な念仏踊りが伝えられておりまして、中でもジャンガラ念仏踊りはいわき市を中心に北は双葉町、南は茨城県北部にまで広い範囲に広まっている福島県を代表する、民族芸能です。念仏踊りの特色は何といっても太鼓と鐘を延々としかも激しく打ち鳴らすことと、悪霊を追い払うために地面を力強く足で踏むことで、ジャンガラ念仏踊りはその典型です。これまで踊り手は青年男子でしたが、近年は女性も加わるようになり小学生の組もできました。今回ご覧いただいた県立いわき開成高校では、10年前の東日本大震災での津波で生徒さんが亡くなったことを弔うために始まったと言われております。それだけにその心を引き継ぎまして、しかも高校生ですから一糸乱れぬ技と力強い演奏で、まさにジャンガラ念仏踊りのお手本といえます。これからこのような若者が民族芸能の担い手として活躍してくださると思います。どうかご支援をお願いいたします。